はい、こんにちは。矢野です。今日も YouTube 見てくださってありがとうございます、えー。週の始まり、月曜日ですね。皆様、いかがお過ごしですか、えー、私がね住んでる時は、朝はね、あの曇ってたんですけど、今、もう雨降ってきましたね。うんえー、そんな感じでございます。えー、昨日 一昨日、昨日かツイッターでちょっと一足先にお知らせさせていただいたんですけれども、えー、今週個人セッションをすべてクローズとさせていただきます。お休みいただきます。はい、お休みといってもね、あのバケーションに出かけるわけじゃなくて、うん、えー、セッションを一旦お休みして、まあちょっとあのー。 えー、前にお話ししたね。ボールペンとかえっ、ー、とマニカランス、水晶まあ、水晶ですね。の方の販売がいよいよ始まる目処が立ってきて、今その準備に追われているということも一つあります。もう一つの理由は、ちょっと私の個人的な理由でん、うん。少しこうなんだろうな。 えー、ちょっと自分の時間を持ちたい。ま、もう自分の時間というかなんだね、まあ、体を整えたり、ちょっと深く自分と向き合いたいというような時期ですので、うん、なるべくこうなんだう予定を入れ,入れられないで済むんだったらみたいな気持ちがあって、まあ、じゃあ思い切ってお休みしようということで、今週、うんお休みになっております。えー、スケジュールとしては、まあ、月の最後の方はね、 うん、少し、えー、と個人セッションを受けられる日もオープンになっています。まあ、そんなこんなで、えーと、実はちょっと薄ぼんやり考えていたんですけれども、えー、これからですね、この先、まあ、遠隔ヒーリングは続けていきますが、個人セッションですね、チャネリングとか、あとはペルダゴニアのね、えー、チャクラワークですね、えー、あちらの方は、えーうん、そうだな、いつからとは言えませんが、 うーん月にねお受けできる人数を、まあ、10, 10人多くても10人とにかくそのぐらいこうぐっとね、えー、限られた方だけお受けしていくような形になっていくと思いますそのように考えています、えー、実際いつから、うん、先着まあ何名様1月に限りみたいなのがはっきりしたらウェブサイトでもまたこちらでもお知らせしますのではい えー、そのようなことを先にお伝えしたいです、えー、続きましてというより、えー、ここから先は私の超個人的雑談独り言に今日は近いですねはいなので、まあ、あのご興味ない方はどうぞスルーしてくださいへえなんて感じでそんなことなあるんだとかあ自分も似た感じだななんて思う方は何かヒントになるようなねふうに捉えてくださる方は是非この先も一緒に見てください、えーと 私ですね、うんと、元気は元気なんですけど、こうなんていうのかな、ちょっと大,大きな広いこう視点で見たときに、やっぱりね、体調があまり良くないっていうか、うん、なんかこうすこぶる元気、もりもりっていう時期がこうあ割と少ないかなというか、うん うん、疲れを感じている時期も、うん、そう相対的に言うと多いのかなみたいな、なんかそんな感じではあったんですね。うんでまあ、気をつけて自分で無理しすぎないようにとかね、うん、ちょこちょこ休んだりしてるんだけど、なんかちょこちょこじゃダメなんだなというところに今入っていて、えー、思い切ってね、個人接種を来週1週間お休みさせていただくんですけど、あ、今週か、今週ね、そうもう月曜日だから始まってますね。うん えー、それに関してねまあ、うん、といろいろこうさ、うん、まあ土曜期間に入ってるからまあ、夏の間の疲れとかがねこれから冬に変わる前に一気にデトックスが始まってきますからそういうタイミング的なものもも,もちろんあると思いますがちょっとね自分の、うん、こと、うん、自分の内側でねどんな変化が起きているのかなーっていうのをちょっと見つめ直しています。うん というのはほらこの体とかってさうんとまあ、外的要因っていうんですか食べ物とかさ、うん、気候とかさ、うん、そういう負荷とかねそういうものに、えー、っと影響されてるのもあるけどやっぱり自分の内側の投影でもありますねこの体の状態ってだからまあ、両方見ていくのがバランスがいいかなと思って今回はちょっと久々に自分の内側を深く見てみようかななんて思ってるんですが、うん そのきっかけになったのがさ、うん、体調不良とか何か思いがけない怪我とかってね、うん、それってやっぱり自分の、うん、魂の状態今魂って言っちゃうとさちょっと曖昧になっちゃうから自分のね本質っていうのかな、うん、本来持っている自分の状態からずれている サイン、お知らせだったりしますよね。うん、例えばさうん、自分の内側は、うん、こういう風なうな、ん、ペースでこんな風にやっていきたいとかさこう、別のことに対してエネルギーを注ぎたいと思ってるのに、まあ、トンチンンなやり方で、えー、んのトンチンンな方向で無理くり頑張ってるね。 うん、状態だとやっぱり体にサインが出たりするっていうまあそういう仕組みからしてね今の私は何がずれてるっていうかどこがこう不調和を引き出してるのかなと思った時に一番最初に今思ってるのは、えー、自分に対する認識がずれてんだろうなって思ったんですよね。 うんとそれをもう一個平たく言うと自分のことを小さく見積もろうとしてるっていうかさ、うん、そういうそういうのをねあれって思ったところがあったんですよね実はいつだかのセッションね個人セッションさせていただいてた時にですね うん、そのクライアントの方がやっぱりすごいこうシフトだったりとかエネルギーのそういった影響ですごくこう、うん、クリーニングっていうかヒーリングされてねすごく素敵なさ表情になって、えー、と声のトーンも変わってさ、うん、ありがとうございますって感じでこのもう綾野さんの。 あのまあ、もちろんハイヤーのメッセージをお伝えしたんだけど、まあ、100を譲ってハイヤーはまあ自分自身だとしてもでもやっぱり綾乃さんはすごいみたいなね綾、うん、乃さんのその愛の深さ愛の多さもうそれに本当に救われますみたいなことをおっしゃってたんですよで私はいや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 ちょっと待ってくださいみたいなさ、うん、あのー、ことを言って。 んですよね、私別に大しそんな大したもんじゃないですからみたいな、うん、今日受け取ったメッセージ今日起きている現実っていうのは全てあな,あ,の、ね、あなたの内側で起こってるのを私を通して体験されているだけですから私がすごいんじゃないんですないんですなんて言ってお,たお互いねいやいやそんなことないですあなたがすごいんですっていうことを言い合ってあって気づいて分かりましたってもし私が言っているその理論がね もちろん自分はそう信じているから信じているならばこのクライアントの方が矢のさんのその深い愛情は本当に救われますそういったものをお持ちで本当に素晴らしいと思っていますということをええー、私の内側が投影して言ってんのかと思ってわかりましたって思考では。 抵抗する。私そんな立派な人じゃないからって、うん、そんな成人制御制御って言わないのかなかね魅力でも観音でも何でもないですからみたいなね、えー、ところで自分ってそんな大したもんじゃないからっていう風に頭では思うけどそういう風にあなたが言ってくださるのであれば、うん、それももしかしたら私の投影っていうことでねじゃあありがとうございますって。 そのように私はじゃあ自分のことをそういっっったたに認めますすて言ったんですよねそのエピソードをねふっと思い出したんですよ。あれと思って、うん、よくさ冗談でさ知り合いとかと話してる時に「魂のポテンシャル見くびったらあかんぜよ」とか言って言うの。 あ,まあ、あ,のあなたの持ってる、ね、可能性とか力ってそんなもんじゃないから自分で自分見,見限ったら見くびったらだめだよみたいな「魂からしっぺ返し食らうからね」なんて冗談で言ったりすることあるんだけど漏れなく私ももしかしてそういうところあるんだなって思ったんですよね。うん、私なんてっていう気持ち、うん、あるんですよ。 あったんですよね。うん、なんだろうなー、うん、自分をそういうふうに過小評価していくっていうのはまあえパターンだったりするかもしれないもしかしたら、うん、そういうふうにさ自分をまあ何かとね うんと比較してるっていうことなんだけど、まあ、まさしく分離の概念って,れてるやつですね、うん、誰かに対して例えば私が知ってるすんごい愛情深い人分け隔てなく素晴らしい一緒にいるだけでっていう人に比べたら私なんて俗っぽいしすごい乱暴なとこあるし、うん、大体において勘違いが多いしとかってそういう風にねなんかさ 低く見積もったりしてるんだと思うんですよね、うん、でまあそれがさ、まあ、単なる対象比較っていう状態でね終わってればそっかそっかじゃあ自分にはこういったねところをもっとこんな風に育ててみようかなとかさあの人と私はここが違うこの部分が自分の中ですごいいいなとかって思うのかもしれないけど。 私なんてっていうふうに思考がこうね変換している癖がやっぱりどっかにまだあったんですよね。そんなわけで私も、うん、もしかしたら今自分で言ってた通り魂からしっぺ返し食らってると思うんですよ。あんたそんなもんじゃないぞみたいなもっと自分の素晴らしさ自分の尊さに 気づいてそれ認めようよみたいなさ、でそれ全開で行こうよみたいなさ、自分であることの喜びで、自分であることに誇りがあって、生きていく、そしてそんな自分が作り出す現実って最高じゃんって言えるって、今のあなたの思考でそれ認められますかって自分の魂からね。まあ ちょっと愛の無知食らってんじゃないかなって <laughs> そんな風にね思いましたねなんかもともとそういったさこう日本人の美徳とされている謙遜するとかね、うん、そういったこう感性って私割と持ち合わせてないタイプだと思うんだけどそれでもやっぱ自分をね低く見積もる癖ってありましたね、うん、これってさどんな能力があるとかさ 何をなんだろう持っているとかやったとかさそういうちょっと俗っぽいことじゃないんですよね存在そのものに対する、えー、自分のなんだろう価値観っていうかさ自分が自分に感じているね価値観というものだと思うんですよねだそこら辺を受け入れていくっていうのはやっぱり無条件に自分を 愛して自分と寄り添って生きていくって、まあそういうタイミングに入ってんのかなーなんていうふうに思うんですよね。あとはさ、あの、変な話さ、最近こう、高次元から降ろされるエネルギーが厳しいんですよ。厳しいって強いの。 そんなに来たってどうしていいかわかんないよみたいなさ、あ何言ってさえ、もらったものはね、もれなくマザースにか、あの、返すっていうかさ、うん、マザースにこう放っていくか、それを使ってなんか皆さんにね、うんと変換してなんか私何の表現をするって思ってるけど、とにかくさ、もう痛いし、 自分がもう、なんていうの、強制終了されちゃうぐらい、こう、す、すごいわけよ。うん、実際吐きそうになるぐらい痛かったり、苦しかったりするわけですね。で、なんなんだこれはと思って。えっ、ー、と、こんなになること私望んでないんだけど、みたいなさ、結構ちょっとなんか喧嘩腰じゃないけど、全然納得いかなくなってきちゃったりとか、 何のためにここまでそんな切付かされてんだよみたいなさ、どこにど何の思いをぶつけていいかわかんないけど、とにかくもう痛くて苦しいんだみたいなさ、すいませんけど普通の日常生活ぐらい遅らせてくれよみたいなさ、そんな風になってたりしてんですよ。バカみたいでしょ バカみたいだなって自分で思うんだけど、あの、そういったさ、感情の反応っていうのはさ、やっぱもう出ちゃうんだよね。なんでよ、みたいな。うん。そこでさ、ま、あ答えなんてね、わかりませんけど、うーん、やっぱりさ、 どっか深い領域でね、だから自分のこう抵抗したり感情で反応してるさ、こういう上上の思いじゃないところで、自分はもうとにかく変わっていくことを望んでいるんだと思うんだよ。うん。私の意識は抵抗してるけど、だからこそそういった高次元のエネルギーが介入してきているし、何か、 あるっていうことをそれは分からないっつうのがさこの3次元で生きてる人の意識の苦しいところ、うん、例えばさ3ヶ月先にこれだけ大きいイベントこれだけ大きいエネルギーを放っていくためにあなた今から調整してくださいみたいなのがさ分かったらうーんとか思いながらとりあえず納得するんだけどこれ何のためにっていうさやっぱそういうところで引っかかっちゃうんですよねもう思考というかエゴが許してないっていうかさ だそれももろともぶっ飛ばされるぐらい強いエネルギーが降りて強制終了。もう考えることもできないぐらい頭痛えぜみたいなさ。そういうところがね、やっぱりちょっと最近多いんですよね。だから、うん、無条件で受け入れるっていうことができるっていうのはやっぱり自分の思考とかエゴね。エゴじゃないところの自分に対する本当の つながり、うん、深い思いを信頼していけるっていうところに私もう一度向き合わされております。あ人聞き悪いですね。向き合わされておりますじゃないですね。喜んで向きき合っていきたいいたと思います <laughs>、うん、やっぱねそういう体の不調とかさ、うん、そういった強いお知らせメッセージとかさそういうのってやっぱり頭思考とかねで。 見ないふりしたり気づかないふりしたりちょっとずれた視点でねこううんごまかしてるようなことをやっぱり軌道修正入ってるタイミングなんだなと思います。うんまあ、そういうふういにさ思って。 そっかそっかってまあじゃあ自分なりに、うん、そのプロセスを受け入れて進んでいくしそれでもやっぱり私も、うん、この地球で生きてるからやら,ないやらないといけないことっていうのかな実際物理的に動いていくことだったりとかさいろんなことがあるからそのバランスはやっぱりうん。 あのうまいこと取っていきたいなんていうふうに思ったら今朝ねかなり楽になりましたねそのエネルギーのそういう介入っていうか、うん、だからさ、うん、と朝今日保育園送,れ送ってね行くのいわゆる起きれないぐらい具合悪かったらどうしようかなとか旦那さんに変、うん、わってもらえるかなとかさそんなこと心配してましたけど。 まあ無事にね、娘も送ってって、仕事のね、事務、事務的な作業もこなして、今こうやって YouTube をね、撮っている余裕もね、出てきたわけですよ。やっぱり、うん、どっかで腹をくくる。私何回腹くくってんでしょうね。なんかさ、うん。でもさ、生きてるってそういうことなのかもね。何度も目覚めて、えー、何度も腹をくくって、何度も、 行動を起こして、うん、そんな風にやるのかなでそのプロセスがさいちいちつまずいたりとかさうん大こけしたりとか派手に痛い目あったりせずにスムーズに、うん、その繰り返しをさしていけるようになるっていうことが、うん、成長していくってことなのかなと思います。うん まあだらだらとねまあ私のさ何なんだよこの野郎みたいなさ、うん、そういった思いをねちょっとお話し,しましたけど皆さんの中にもねもしかしたらさ自分をこう過大評価してねあのちょっと言ってこけちゃうより。 過小評価し,してることによって自分の魂からピピってそうじゃないじゃんみたいなこんなに素晴らしいんだよっていうことを言わ、ね、感じさせられてるっていう人の方がもしかしたら多いかもしれないですよね。うん、まあそんなこんなで、まあ、今週はね個人セッションお休みしますけどこういう風に YouTube でね皆さんにメッセージしていったりとかもうあとちょっとでしょ えー、皆さんにお届けしたいと思っているね、素晴らしいクリスタルとボールペンですね、うん。もうちょっとですんで、そちらも進めていきたいと思います。じゃあ最後まで見てくださって、どうもありがとうございます。